はい、始まりました、現役復帰チャンネルです。というわけで今日はデッドリフトをやってますね。はい、まあビッグスリーをね、伸ばしていこうと思っていろんなメニューをやってるんですけども、今日はビッグスリーのね、そのものデッドリフトそのものをやりました。75キロですね。前回70キロでセット組んだんですけども、75キロの10回3セットでやりました。だいぶね、ちょっと感覚も戻ってきた部分もあって、全然75キロ10回3セット上がりましたね。はい、まあやっぱデッドリフトはしんどいですけど、まあ、上がりました。でだんだんね、この、ウェアもね、はち切れる、なんか擦り切れるようなね感じの、フォームでね、できるようになってきました。はい、そうですね、これも最初はね、もう順手だけでやってたんですけど、2セット目からはね、こう互い違いにね持ってですね、やりました。ね、ベンチプレス100キロマックスでデッドリフト90マックスって絶対おかしいですよね。絶対おかしいので、まあ、やってないだけっていうことでね、これちょっと定期的にやっていけば、いけるんじゃないかなと。あと、まあ背中のメニューとかもね、ちょっとテコ入れしてね、フラットプルダウンとかねやっていって、背中の上の方もねしっかり鍛えて、やってます。これもね結構あの背中の上の方を使うようなフォームでちゃんとできるようになってきたんですよね。まだまだですけどね。で足の、この踏み込みとね膝を伸ばす動作ね、これ同時にやることで、良くなってきてます。ちょっとねこれも継続的にやっていってですね、まあ、背中のちょっとメニューには取り入れてるんですけど、2回に1回デッドリフト入れるみたいな感じでね、やっていってます。はい、まあ、引き続きねビッグ3を伸ばすトレーニングをね、もうひたすらコツコツやっていこうと思いますんで、はい、またご視聴お願いします。ありがとうございます。